皆様こんにちは、クラです。今日もねノーセットでお送りしていきたいと思います。去年ぶりのご当地フラペ。ご当地フラペってあちこち行かないと飲めなかったんですよね。だけど今年はねもうスターバックスさんめちゃめちゃ優しいということでどこでも飲めちゃう、そのようにしたのが今回のご当地フラペチーノ。3つねとりあえず買ってきたんですけど何が何だか分かんないんでちょっとね調べながら紹介しつつ飲んでいこうと思います。いただきます。はい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 、出します。ここに出します。ここに、はい、ドン。石川県のイージボーほうじ茶フラペチーノ、山梨テテブドウホワイトチョコレートクリームフラペチーノ、沖縄カリーチンスコーバニラキャラメルフラペチーノ。チンスコーキャラメルフラペチーノ。石川県と山梨県と沖縄県3つの都道府県の皆様おめでとうございます。チンスコーからいただきます。ぴょー、とんでもなくうまいじゃないか。てか、チンスコーって何？香ばしいチンスコーとバニラ風味、キャラメルソースを楽しめるフラペチーノです。バニラ風味シロップとミルク、砕いたチンスコーをブレンドし、キャラメルソースを合わせました。仕上げにホイップクリームと砕いたチンスコーをトッピングしています。ということで、バニラとチンスコーとキャラメルのフラペチーノなんだ。とても美味しゅうございます。山梨県、混ぜます。ハイチュウのブドウ味みたいな色してますね。いただきます。うん、美味しい。店員さんにね、聞いたんですよ。ぶっちゃけどれが一番人気ですかって聞いたらこれだったんですよ。で、僕事前情報だと、絶対この沖縄のチンスコーが一番美味しいよねっていう話をしてて、朝、ツイッター、いや間違えた、ツイッターの情報を見た時に、ほうじ茶が一番美味しいって。二パターン例え方があって、ハイチュウのブドウ味をフラペチーノにしましたみたいな。本当にそんな感じ。飲むヨーグルトにブドウジャムかけましたみたいな。そんな感じ。え、結構そんな味してるけど、公式の説明さんどう？ホワイトチョコレートだって全然違うじゃん。俺ね、クリームチーズとか言ってなかった？ホワイトチョコレートはゼロじゃん。ゼロゼロゼロ。ヨーグルトかクリームチーズだって。材料間違えてません？俺絶対わからんこれ。言われてもわからないもん。ホワイトチョコレート風味の優しい甘みのベースにブドウシロップとホワイトチョコレート風味シロップを合わせたソースをマーブル状にスワールし、スワール？ホイップクリームにも同じソースをトッピングしました。まあ、美味しければいいよね結局。石川県、なんとか棒、ほうじ茶フラペチーノ。イージ棒じゃなくて、イージ棒ほうじ茶なんだ。ほうじ茶に棒がついてんだ。ちょっと難しいことしてくるよね、石川県。ちょっと癖強いね。俺か癖強いの、一番。ミルクと加賀棒ほうじ茶を合わせてブレンドし、ホイップクリームの上から加賀棒ほうじ茶パウダーをかけた、加賀棒ほうじ茶の美味しさを存分に楽しめる一杯です。無理やりかまそうとしてね。国語の先生が作ったみたいな。はい、もうほうじ茶です。何も言ってる？加賀とか、イージとか、棒とか。何言うか全然わからん。一応混ぜます。一応混ぜます。結果出ました。ダントツじゃん。この方でいらっしゃいます。あ、美味しい。ほうじ茶クラシックティーラテを思い出しますね。1位、2位、3位だと思う。全部はさすがに飲めないよ。3種類飲めないよっていう方は、絶対これですね。これこれこれ。厳しいてー。大武藤さんもうちょっと寄って。はい、寄って寄って寄って。石川さんと山梨さんと沖縄さんも寄って寄って寄って。もっと中央に寄って寄って。はい、チーズ。シェイクミールソイボロネーゼ。スタバのサラダってこれめちゃめちゃ美味しそうやな。なんかいろんなもん入ってる。めっちゃめちゃうまいやんこれ。健康そうなお米となんか豆がたくさん入ってて、トマトとかカリフラワーとかいろいろ入ってるんですよね。本当に僕は普通のサラリーマンとかじゃないから、12時来たらお昼休憩でーすとか言って、まあお弁当だったりとか、まあ外に食べに行くとか、そういうのがないんですよね。仕事飲食なんで妄想ですよ。妄想とかイメージなんですけど、12時やキンコンカンコン、おいお前ら昼休憩行ってこい、えーお前何の気分みたいな。僕はちょっと今日そばとかですね。くだくん、お前は何の気分？あ、すいません、今日僕、これで。これ、いたこれ。
ごめん。マフィンと、ワッフル、いただきます。ホットケーキみたいにバターとメープルシロップかけて食べたら絶対美味しいやん。黄色いの全部チーズかなって思ったらスクランブルエッグなんだ。美味しいじゃないか。めちゃめちゃ美味しそうなアンバターフランスができました。香りは100点満点。美味しいアンバーダフランス。めちゃめちゃ太りそうな味してる。バターが溶けてパンの裏側がめちゃめちゃこう香ばしい感じに仕上がってるんですよ。ソーセージのやついただきます。サクサクのパリパリでジュシジュシ。おいしそう、おいしそう。俺の大好きなドーナツ系のやつだ。めっちゃ湯気立ってるんですよ。見えるかなこの湯気。いただきます。シロップとか何もかけてないパンケーキって感じ。あ、はい。こう焼いてるから外側がめちゃめちゃカリカリなんですよね。ごちそうさまでした。本日の第1位は圧倒的にほうじ茶が美味しかったのと、ワッフルがもうめちゃめちゃ美味しかった。初めてオーブントースター使って焼いて食べたんですけど、たまらんね。あのバターの風味とあのサクサク食感、全部美味しかったですね。本日もご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。